ロボットとヒーローが大好きなアッキーミロです。はい、続きやっていきます。今回はメタルダーですね。はい、ご到着です。入り口は森の北側にある。わかりました。またいろいろ宝箱あるのかなあ。早速ありましたね。こういうところ見逃しそうで怖いんですよ。ウルトラシードを手に入れました。まあちょっといろいろ漁りながら進めていこうと思います。ここが入り口っぽいですね。あ、やっぱそうだ、セーブポイントがあります。どっちが宝箱かな。メトロン星人を手に入れました。あ、これっぽいですね。ここが多分ゴールです。ここだ。ここに超人機が眠っている。少し待っていてもらえないか。わかりました。それじゃ俺たちはここで敵が来ないか見張ってるぜ。ありがとう小賀博士。もう決意してる感じですね。久々にスイッチを入れる。懐かしいな。そう、スーパーヒーロー作戦やってて久々にちょっとメタルダー見ちゃいましたよ。ほんと少しですけど。君の名は剣流星。君は人間と同じ姿をしているが、中身は機械でできている。なんか本当はこの時に機械みたいなことを言ってるんですよね、剣流星が。これから人間の世界で生きていかなければならない。それは茨の道なんだ。だいぶはしょってんな。敵だ。敵？何なんですか、敵とは。私が身をもって教えよう。教える？何を。別の方から出てった。出たー、このタコ殴り。あいつは古賀博士だ。出たー、やめてー。これ敵が機械だろ。敵ですけど、メダルの時もガチでなんか5、6人ぐらいに囲まれてボコられますからね。動かなくなった。博士が動かなくなった。なんだこいつは。やっちまえ。出たー。だからこういうところは敵は違っても一応リアルに再現されてるな。こんな感じでどつかれてますからね、原作でも。あー、やっぱメタルダーかっこいいっすね。最高。てれてーてれてーてれてってんてん。君の青春は。どうした、敵の数多いな。ここはサイドファントムで行きましょう。この自分を。だ。あ、スプリンガー乗ってる。かわいい。うん、いい笑顔。輝いているか、本当の自分を隠してはいないか。宇宙全体よりも。どうしよう、技がもうプラズマパンチしか使えない。どうすっかな。今の一旦で10食らってんすよね。まあまだ大丈夫か。次のターン回復しないと危なそうですね。そう、このメタルダーのオープニングソング、説教ソングとか言われてるんですよね、確か。どっかの時期にニコ動でこの曲についてるコメントを見せた時に、
泣けてくるみたいなとか、こう説教されてるみたいな、まあ、ネタになっててかなり笑いましたけど、実際そうなんですよね。なんか自分を偽ってないかみたいな、本当に人生満喫してるかみたいな、そういうなんかもっと上を目指せみたいな、そういう歌だったんで、改めて聞いてると確かにそうだなって思いましたね。よし、ケアチャージ20しか回復してないのか、これやべえな。とりあえず数を減らそう。あの一番左下にいるやつ、まずあいつを倒す。痛い。さりげなくこのプスが痛いな。さあ、さよならだ。どうしても歌いたくなるな。歌いより、なんだ!やべえな、あの投げてくるやつ。またすぐ回復しないと、これやられる。人間の心。投げてくんなよ。来たー、やめてー、それ。かなり食らうんですよ。ありのままの自分を太陽にさらすのだ。どうしよう、 G キック使うか。どうだろう、こいつ倒せんのかな。G キックとかメタルだ、優遇されてないですか。演出が結構派手なの多いな。まあ僕的にはもう大喜びですけどね。にしてもマジで強くないですかこれ。装備してる暇もないのに素の能力で敵4体と戦うって。まあ確かに原作のメタルダーも一番最初は負けるんでね、もしかしてこれ強制敗北イベントだったりするのかな。いやでもそれはないか。てててて、もうビヨってるからこいつはいけるでしょう。ほらー、終わりました。これでだいぶ楽になるはずです。あ、やめてー。かつてないほど回復アイテムを使ってる気がしますよ。こんなにケアチャージ今までの戦闘で使ってきたか。てか全部の戦闘通しても1回か2回しか使ってないはずですよ。ありのままの自分を太陽に。特殊能力なんかあんのかな。スプリンガー、どういう効果なんだ。ちょっと今は侮ってるとやられそうなんで安全に行きます。くわー、これで TP が溜まったんで、あの上のやつ次のターン倒します。こいつは2とか3なんでそんな怖くないんですよね。問題はあの上のやつだ。メタルトルネード、絶対これ必要ないだろうけど見たいんでやります。やっぱり技の演出が優遇されてる気がする。素晴らしいぞメタルだ。くわっ、ガードしてんのか。次はメタルボンバーか。もうその前に終わっちゃいそうな気がするな。おりゃ、あ、まだ耐えてます。よし、メタルボンバーも見たいんですけど、とどめはレーザーアームにしようかな。レーザーオーム。かっこいい、強え。何も装備してないのに44も与えた。メタルだ、最高っす。あ、クール元気た。帝王ゴッドネロスが唯一その存在を恐れる超人気メタルだ。今ここで破壊してやる。鎧軍団外星クールギ、相手をいたす。クイーン、うわーってやるんですよね。ちゃんと言ってくれた。うわっ、そう、これが
珍しかったらしいですよね。今だと割とあるものの、ヒーローが初っ端の第1話で負けるっていう。なんかそれが子供たちにはあまり良くなかったっていうのを、なんかで読んだ気がしますね。でもこれがね、良かったんですけどね、こう、初め負けるけど、いろいろ自分の能力を把握して強くなっていくっていうのが、メタルだ、大人向けだったのかもしれないですね、内容がちょっと。おい、しっかりしろ!でででで、博士。おい、今一人にしておいてやろう。風よ、雲よ、太陽よ、心あらば教えてくれ。なぜこの世に生まれたのだ。お、これは私を夜の闇に包めってやつかもしれません。まあ音楽的にそうでしょうね。来たー。ニューヨークの株式市場が暴騰。ダウ平均株価は暴落しました。中近東で紛争が勃発しました。我が社の油ちげえな油田かなプラントに発注が殺到しております。いかがいたしましょう。売るな。これから石油の値段はもっと上がるはずだ。それから売れば我が社は多大な利益を得る。強気でいけ、奴らに伝えろ。かしこまりました。む、秘密通信、ギルカ。すまぬ、桐原剛蔵。貴様に詫びねばならんことが起きた。わしが光明寺に作らせた人造人間が良心を持ち、ダークから逃げ出しおった。それでは、風魔との取引ができない。我々は、戦闘ロボット技術と引き換えに奴らの協力を得ているのだ。いずれ風魔とも戦うことになるだろう。何もこちらから技術を提供してやらなくてもよい。それに、機械だを倒すための戦闘ロボットも新たに開発しておる。こちらも超人機の存在を突き止めた。部下に破壊命令を下している。破壊するだと?なぜだ?古賀博士の超人機は、機械だに匹敵する人造人間。手に入れれば、風魔への牽制として使える。スカイダーの二の舞よりは破壊した方がマシだ。その後で古賀の研究資料を入手すればよい。それよりも今度 TDF が本格的な防衛会議を開く。それを妨害してくれ。わかった。外星クールギンが戻ったようです。私を夜の闇に包め。あの顔変わってくのが子供の頃怖かったっすよね。ちょっとトラウマみたいになりましたもん。ネオス、ネオス。世は神、帝王、ネロスなり。変わりすぎでしょっていう。戦闘ロボット軍団、外星バルスキー。鎧軍団、外星クールギン。ワルダー、こいつはあのメタルダーのキャラじゃないはずです。暗殺ロボット軍団外星ワルダー。なんか本当のメタルダーはロボット軍団、鎧軍団、モンスター軍団と、もう一つなんだっけな、飛行軍団かの4つですね。ゴッドネロス様、申し訳ございません。我々鎧軍団はメタルダーを打ち損じました。なんと鎧軍団をもってしても奴を逃がしてしまったのか。ウルトラ警備隊メタルダー、早急に始末しなければならぬようだな。だが世の帝国はまだ完全ではない。ギルやフーマの手を借りなければ計画を遂行できる。帝王ゴッドネロス、我が戦闘ロボット軍団にご命令を。
我が軍団にはウルトラ警備隊とメタルダを始末するのに最適な暴君がおります。そやつを世の面前に出してみよ。トップガンダー来たー。トップガンダー、ゴルゴ13をモデルに作られたロボットです。たった一人の戦闘ロボットに仰々しいものだな。頼もしいやつだな。軍団員と共にメタルダーとウルトラ警備隊を始末をしてみろ。断る。俺はつるむのは嫌いだ。一人でターゲットをやる。それが卸の殺しの哲学だ。予算か。これは帝へのご命令だぞ。プロフェッサーギルが近々 TDF の防衛会議を妨害する作戦を立てる。それに協力せよ。帝王のご命令とあれば。作戦室に戻ってきました。あ、スプリンガーだ。めちゃめちゃ走り回ってるな。桐山隊長、どうした？イングラム、メタルダを覚醒させた後、古賀博士はお亡くなりになりました。何？古賀博士が亡くなられただと？お前たちがついていながら一体どういうことだ？博士が自ら敵に立ち向かっていかれたので。そうか、博士が自分から自分自身を犠牲にして超人機に正義と悪の概念を教えたのか。博士が亡くなられたのは全て私たちの責任です。いや、博士は超人機に自然の美しさと人を愛する心を教えてほしいとおっしゃっていた。今思えば博士はあの時から覚悟を決めておられたのだろう。我々は惜しい方を失ってしまったな。ええ。ところで、あの犬は何だ？勝手についてきたんです。どうやらメタルダーと関係があるらしいんですが。あ、犬のくせにゲームしてるぞ。何何？新作情報？スーパーロボット対戦アルファ。ここで宣伝来ましたね。スーパーロボット対戦アルファ面白いですよ。ちょっとやってみようかな。こいつ喋りやがった。俺は古賀博士の作った犬型修理用ロボットのスプリンガーだ。君が修理を？そんなことができるのかね。当たり前さ。スプリンガーもなんか数話だけ声が変わってるんですよね。メタルダー自身もなんか俳優さんの声の時からなんかやっぱ視聴率が悪かったのか、変身した後の声が人間時でも適用されてて、まあ、また元に戻ったんですけどね。メタルダーは いろいろ四苦八苦してたのがよくわかりますよ。今工作室でメタルダーの調査が終わりました。すまないがイングラム、しばらくの間メタルダーの面倒を見てくれないか。それと私はメタルダーをウルトラ警備隊員の一員に迎えようと考えている。我々の人造人間開発計画 M 計画が中断された今、ダークやネロス帝国の戦闘ロボットに立ち向かえるのはメタルダーしかいない。また彼を我々の仲間として迎えれば古賀博士のご意志に応えることができると思う。メタルダー、いや剣流星君にこのことを伝えてくれ。わかりました、俺も行くよ。いやー、喜んでメタルダーの面倒見ますよ。確か工作室は3階にあったな。このまま直進すればいいはずだ。はい、ちょっとキリは良くないかもしれないんですけど、いい時間になってきたので今回はここでやめたいと思います。いや、メタルダーイベントちょっと長かったですね。まあ自分がちょっと会話を入れてたっていうのもあるんですけど、いやー、なんか技もブラストパンチだったかな、あそこからも結構ちゃんとエフェクトついてやってたんで、結構優遇されててファンとしては嬉しい限りですね。いやー、今後自由にパーティー組めるようになったらやっぱメタルダーは常に入れていきたいですね。メタルダーなんて知らないよっていう方はぜひ僕は見てもらいたいですね。まあ、ちょっと思い出補正とかが入りすぎちゃってるから、今から見る人からしたら言うほどかって言われちゃうかもしれないですけど、僕の中ではかなりの名作なんで、途中でも言ったんですけど、ちょっと子供向けっていうよりもなんか大人向けかもしれないですね。その初め
その善悪の感情がまだないっていうところから、徐々に徐々にロボットだけどいろいろ学んでいくっていうところとか、なんか成長ストーリーが見れるみたいな感じで、なんか他のヒーローものって割とこう最初から強くて、まあ途中でちょっとパワーアップするみたいな感じですけど、とにかく負けたりしないし、なんかそんなに弱いって感じがしないっていうのと、やっぱ今までのメタルヒーローとだいぶ差があるのかもしれません。まあ言うて僕はメタルヒーロー前も言ったんですけど、スピルバンは見てるんですけど、まあ、スピルバンも DVD 全部買ってるんで、なんですけど、それより前のやつは見てないんで、ちょっと何とも言えないんですけどね。なんとなく、そのメタルダーの視聴率が悪かった理由が、そのやっぱり、初め負けてしまったとか、そういうところが子供にはちょっとこう、いいって思えなかったのかもしれないですね。という感じに、ちょっと、メタルダーのこと話し始めるとやっぱ止まらないんで、ここでいい加減切ります。この動画、暇つぶしになったなと思えたら、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。ではまた次のパートでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。動画の配信予定は、チャンネルの概要欄と、Twitter の固定ツイートに記載しております。よければこちらも参考にしてみてください。Twitter の URL は動画の説明欄にも記載してあります。それではまた別の動画でお会いしましょう。